どうも。話を聞かせてくれますか？わかりました。もしかして。つまり。ああ。任せて。頼む。なあ、ああ、Thank you.
ジェネレートルミナスエレメント
ジェネレートルミナスエレメント報告に行こうぜ。ありがとう。よろしくね。楽しみだ。ルーリットの村まではなかなか長い道のりだね。ああ、かなり歩くな。おい、あんたたち！なんだ？
水汲みの仕事をしに川へ行ったら化け物が出てよ。あんたらもこの先に近づかねえ方がいいぜ。魔獣？この一帯は近衛兵が巡回しているはずです。近衛兵って？彼らは各帝国の皇帝が保有している近衛軍の兵士です。北帝国の近衛兵たちは普段王都セントリア北部にあるノーランガルステージを守っているはずですが、現在は対策本部の命に従い魔獣の討伐と北帝国各地の警備を受けたまわっているようです。なるほどな。もしかしてこの衛兵まで魔獣にやられちゃったのかな。この衛兵、偉そうなおっさんのことか。あいつならもう何日も見てねえよ。見ていない？一体なぜ？あんなやつもう絶対に頼れないし、頼りたくなんてない。だってあいつが頼りなかったせいで俺の妹化け物に襲われて足怪我して歩けなくなったんだ。まさか命令に背いて職務を放棄するなどありえません。なぜそんなことが。俺が嘘つきだって言うのかよ。そうは言っていません。しかしあんたらも剣士みたいだけど、奴らとどうせ同じだ。俺たちを助けてなんてくれないんだろ。そんなことはない。私たちがその魔獣を討伐する。お前は村に戻り、私たちが報告に向かうまでは川に近づかないように伝えてくれ。メディナ。けど信じるべきだ。私はともかく、先ほどお前が軽口を叩いたお方は最強の剣士だ。頼りないこの衛兵が千人で玉になろうとかなわない。だから私たちを信じろ。そして村から誰一人として出してはならない。いいな？わかった。あんたらを信じるよ。絶対にあの化け物を倒してくれ。アリス様、勝手に申し訳ありません。しかしアリス様なら必ず討伐に立ち寄られると思い、このような行動に出ました。もちろんです。あなたの判断は的確でした。人界の民を守護する、それが我ら聖号騎士の務めですから。アリス、どうしたんだろう。いつもと少し様子が違うような。メディナ様、新たな行き先ですか？ああ、みんなで一緒に魔獣を倒しに行くぞ。よし、やるぞやるぞ。救世主様のために。そんな大きな声で叫ぶ必要はない。魔獣が反応しそうだし、なんだか恥ずかしいだろ。メディナ様。ああ。よし、救世主。そんなキリト、
先ほどあの村人が言っていたこの衛兵のことですが、そのこの衛兵が魔獣被害に遭い数日行方不明になっている可能性があります。なので魔獣討伐と同時にこの衛兵の行方も追いましょう。理由もなくこの衛兵が義務を放棄するとはやはり考えられません。きっと何かがあったのでしょう。ああ、そうかもな。変な悪事を働かせるような奴じゃない限りはありえない。キリト？いや、俺が変に勘ぐっただけだよ。それじゃ、この衛兵についても気を配りながら先に進もう。さてと。ええ、敵がいるぞ。行きます。Thank you.
どうにか片付きましたね。みんな、ありがとう。救世主様のためなら、一肌でも二肌でも脱げるぜ。お前、ビビっておじけついてたくせに。はあ、おじけついたのはそっちだろ。喧嘩はやめるように。はい、救世主様。キリト、近衛兵のことですが。なあ、やっぱりいなかったな。カラントもこの辺りにはないし。でもこの辺りの警護ってことは。あの声は。様子を見に行きましょう。助けてくれ。いたぞ、カラントもこの先にある。彼を助け出しましょう。了解です。みんな位置について。必ずや民を救いましょう。おかったぜ。この反応を見る限り、アリスが整合騎士だとは気づいてない感じだな。お前たちも新しい警備先に向かう途中だったのか。いきなりこんな任務頼まれて、迷惑この上ないよな。平民ごとき一人や二人魔獣とやらに食われても大したことではない。
やつらは高貴な我らと違いネズミのように子を多くなすのだから一人ぐらい減るのがちょうどいいと思わないか。なんですって。なぜ騎士団にまで配属された俺がこんなクソ田舎の警護などせねばならぬのか理解に苦しむわ。あなたに聞きたいことがあります。え？なんだ？先ほど私たちはこの周辺の村に住まう者からあなたについての話を聞きました。この辺りの警護を任されているはずであるのに数日あなたの姿を見なかったと。そして彼の妹は近衛兵が常駐しているにもかかわらず魔獣によって怪我を負わされもう足が動かないと。お前はその間一体何をしていたのです。なぜ答える必要がある。対策本部の上層部に告げ口する気か。貴様に答える義理はないぞ女。では質問の仕方を変えます。ここには他に人もいませんし問題ないでしょうから。私はアリス・シンセシス・サーティ聖号騎士です。聖号騎士だと。まさかお前は聖号騎士である私の質問に答えぬ不敬を犯すもしくは虚偽を申し立てるつもりですか。ならば処罰を検討する必要があります。待ってください。聖号騎士様、事実をお伝えしますから。私は決して職務を怠慢していたわけではありません。上司である近衛兵長の資料地のあたりを中心に警護しており、とはいえ必ず指定された時間はこちらの地を巡回していました。ならばなぜ大量の魔獣の出現が放置されたのですか。一人で対応できなくとも対策本部に報告はできたはずです。指定された任務に背いてはいません。平民の村人はお前にとって取るに足らない存在だから死んでも構わないと思った。だからですか。聖護騎士様、どうかお許しください。私は命令には背いていません。処罰は下しません。この地帯の警護担当者を変える、それだけです。お前には帝国の騎士団所属に戻ってもらいましょう。その任務の方が向いているようなので。キリト、私は村に立ち寄り報告を済ませ早馬を利用して騎士長にこの件を伝えます。このようなものがいたことは由々しき事態です。同じことが起こっていなければ良いのですが。アリス本気で怒ってるな。こんな奴が警護をほったらかしにしてたんだから当然か。あ、なあ、そうだな。それじゃあ頼むよ。地図のこちらの座標にて合流しましょう。すぐに戻ってきますので待っていてください。ああ、わかった。また後でな。それからメディナ殿。どうされました、アリス様。
今回は手強い相手だったゆえ、あなたと冒険者のみんなのおかげで助かりました。礼を言います。アリス様。それではまた後ほど。メディナだと？もしや貴様は欠陥品の一族の娘？ハハハハハハ。これはメディナ・オルティナノス。なぜ貴様ごときの人間がここにいる？私の名をなぜ？随分と懐かしいな、メディナ城。成長されたゆえ、その顔がわからなかった。いいな、欠陥品の顔など記憶の片隅にも置いておく必要がないのでに。貴様は昔、父上の葬式にいた。知り合いなのか？ええ、オルティナノスの前当主のことならよく知っていた。貴族にあるまじき失敗を犯して命を落とした哀れなお人だ。違う、父上が死んだのはお前らが。本当に、本当にそうなのだろうか。父上が死んだのは、父上を殺したのは。私、父上の子供じゃなければよかった。そうかもしれないな。父上を殺したの、私、私のせいで、父上はもう二度と戻ってこない。品のオルティナノスケの小娘が聖豪騎士様に同行することが許されているのか。理解に苦しむな。負け惜しみは格好が悪いわよ。そうそう、一体何なのよ。自分がサボってたのに人に責任転嫁するなんて卑怯じゃない。それに欠陥品を救世主だと？お前、言わせておけばなんだ。救世主様にその口の聞き方は。あまり狼藉が過ぎると黙っておけんぞ。ああ、貴様ら、噂になっていたベクタの迷子の寄せ集めか。欠陥品が自分と同じような欠陥品の配下を引き連れようが同じこととはいえ、
生意気極まりないがな。貴様、私には何を言っても構わない。だが、みんなのことを悪く言うのであれば、許すわけにはいかない。どんな言葉で哀れなベクタの迷子をたぶらかしたかは知らぬが、お前のような欠陥品に本心で従う者はいない。本心で、メディナ、こんなやつほっとこうぜ。何を言おうと負け犬の遠吠えだ。俺たちも行こう。そうよ、メディナさん、早くアリスさんにも合流しないといけないしね。ああ、わかった。救世主様、大丈夫？ああ、私は平気だよ。泣いているのに。泣いてなんかない。涙なんて出てないだろ。手をつないであげる。救世主様が泣き止むまで。ありがとう。泣いてないけど。あんな貴族を黙らせるには、もっと私は強くなる必要がある。強くなり、功績を立てて、そして父上のためにも、オルディナノスケの名をもう一度。私にできる唯一の食材だ。お、アリス、村に報告してくれてありがとうな。いえ、当然のことですから。お前たちと無事に落ち合えて何よりです。アリス、大丈夫か？え？いや、なんか元気ないからさ。いいえ、何でもありません。それより、先ほど立ち寄った村にて妙な噂を聞きました。この周辺で見知らぬ子供を見たと。見知らぬ子供？狭い村落では村中の世帯を一人一人の住民が把握していることが普通です。顔見知りじゃない、知らない子供は、つまりどこか別の場所から来た子供である可能性が高いってことか。探す価値はあると思います。なら、ルーリットに行くまでにまずこの周辺で子供たちを探そうぜ。ええ、あの、先ほど立ち寄った村にてある伝承について聞いたのです。伝承？150年ほど前、この北帝国に現れた魔女によって、良き子供たちが皆さらわれたというものです。魔女に良き子供がさらわれた？そんな伝承が？ええ、ですがおとぎ話のように語られているだけで真偽は不明のようですが。
その伝承には続きがあり、魔女は聖なる皇帝の剣によって倒され、良き子供たちは親の元へと戻された。だが良き子供たちの善なる心は魔女によってすでに汚され、戻った子供は皆人形のようになってしまったと。禁忌目録で誘拐は禁じられている。そうだな、法に縛られている限り滅多のことはないはずだけど。しかし一切可能性がないとは言い切れません。ああ、そうだな。さてと。ええ、なあ二人とも、ちょっと休憩しないか。喉がすごく渇いてさ。おい、二人とも、なんで無反応なんだよ。
すみません、少々考え事を。私は別に何でもない。様子がおかしい。何か気に病んでることでもあるのか。そっか。じゃあもう一度言うよ。喉が渇いたし、ちょっと水分補給して休憩しないか。喉が渇いたというのには同意です。近くの川で水を汲みに行きますか。そうだな。じゃあ俺が行ってくるから、二人はここで待っててくれ。重いだろう。お前一人で行くのは進めない。そうです、私が共に行きます。アリス様にご足労いただくのは申し訳ありませんし、私とキリトで行きます。うん、アリスはさっきも村に行ってくれたし、疲れてるだろ。いえ、私は平気です。メディナ殿こそ疲れているように思えますし、ここで待機した方が良いのでは。いえ、そんなことはありません。なんか二人ともお互いを気遣うがゆえに、言葉が尖ってきているような気がするのは気のせいか。ではキリトに決めてもらうとしましょう。どちらと水を汲みに行くか。え、俺？お前だ。なんでこんな状況にばかりなるのか謎だけど、さっき二人とも何かを考えている様子だった。本音を言うと、どちらのことも少し心配だ。でも三人で行くっていうのも変だしな。それじゃあ、それじゃあメディナと一緒に行くよ。やっぱりアリスはさっき村まで行ってくれたからな。しばらくここでゆっくり休んでてくれ。わかりました。では行こう、キリト。ああ。メディナ、さっきからどうしたんだよ。何でもないと言っただろう。いや、明らかに変だって。さっきのこの衛兵、知り合いだったのか？ああ、知り合いだ。とはいえ、会ったのは父上の葬儀以来だが。お父さんの葬儀？あ、そうだった。メディナのお父さん、亡くなってるんだよな。ああ。私のせいで父は死んだ。メディナのせいで、どういうことだ？私たちオルティナノスケは皇帝から厭われている。故にろくな作物が取れない辺境の狩猟地を与えられてな。かといって武官や文官として働くことをも許されなかった。そのせいで私たちは常に貧しい暮らしを強いられてきた。とはいえ、幼い頃は幸せだったよ。貧しくても父上に剣の稽古をつけてもらうことが何より大好きだった。
父上は優しくて、どんな悪口も冗談で返す気丈さを持っていた。私は父上のことを誰よりも誇りに思っていたんだ。それでも干ばつが続き、貧しい飼料地はさらに貧しくなってしまって、貴族の子女ならば当然のように与えてもらえる牧犬すら買い替えられないと父に言われてしまった。干ばつが続いたということは不可の影響か。それでもそうまでして憎まれるオルディナノスケとは一体。合理教会は、いや、アドミニストレートはなぜそんな存在を作って他の貴族たちと隔絶したんだ。修験学院の入学試験を控えた私は、練習できない焦りから父上にその不満をぶつけてしまった。そして決定的な一言で父上を傷つけた。私は父上の子供じゃなければよかった。それが私たちのした最後の会話になった。どうしてお父さんは亡くなったんだ。父上は貴族たちとなれない乗馬競争の賭けをした。私に牧犬を買うためだ。そして父上は貴族たちの策略で崖から転落し、命を落とした。あの男は父上をはめた乗馬仲間のうちの一人だったんだ。メディナ。だから別に何でもないんだ。ただそのことを思い出してしまっただけ。でもそれはメディナのせいなんかじゃない。その貴族たちのせいじゃないか。お人よしのお前なら多分そう言うだろうと思った。でも事実なんだ。だから私は汚名を注がなくてはならない。私が殺した父上に償いをするためにも。メディナ、でも。泣き声。アリスを残してきた方からだ。まずいな、急ごう。アリス、大丈夫か。もちろんです。しかし相手は手強いようです。どうか二人とも気をつけて。you
だな。どうにか倒せたな。キリト、この魔獣何やら妙でした。妙って体に小さな傷がついていた。そうでしょう。メディナ殿も気づきましたか。本当だ。剣の切り傷じゃない。尖ったもので引っかいたみたいな小さな傷。それでいてとても傷は浅い。まるで子供の力。ではこの近くに子供たちがいる可能性があると。ああ、そのようだな。では急ぐ必要があります。魔獣の巣を追っていった私たちは幼い三人の冒険者に遭遇。襲われていた彼らを助けることとなった。その後不測の事態が発生してしまったものの、彼らの保護を近隣の村に頼み、再びルーリットの村を目指したのだった。救世主様。まさか。接触で意識が変わってしまっている。いくら緊急事態とはいえ、それはやりすぎではないですか。彼女はまだ子供です。自分の意志もほとんどなく、あなたの力がどのようなものかも分かっていない。そんな子供を。アリス様は人命と大義、どちらが大切なのですか。救世主様は救世主様じゃない。みんな何言ってるの。はあ、ん？すみません。そうか。無理だ。あれ？
そうだ。うお。それで。いいな。だけど。行くぞ。嬉しいよ。いいぜ。ん？もしかしてあのな。はあ。だけど。引き受けるよ。ありがとうね。なるほど。